スペースインベーダー、スペースインベーダー、スペースインベーダーストは、株式会社台東が1978年、昭和53年に発売したアーケードゲーム。これをはじめとする同社の後継製品、他社製の類似商品、模倣品を総称して、インベーダーゲームと呼ぶ。スペースは、宇宙、インベーダーは侵略者を意味する英語で、侵略してくる、宇宙人。 インベーダーを迎撃するシューティングゲームである開発を参照。画面情報から迫り来るインベーダー、敵キャラクターを移動放題の時期で撃ち、全滅させることを目的とする。時々上空に敵母艦の UFO が出現し、これを撃ち落とすとボーナス点を獲得できる。敵キャラクターが攻撃を仕掛けてくるゲームとしては世界で初めて大ヒットしたゲームである。 敵眼を回避して敵を撃つというこのゲームシステムはギャラクシアンなどに受け継がれた。記録的な大ヒットにより著作権を無視したコピーゲームが氾濫し、それらを作ったメーカーは後に家庭用ゲーム機向けコンシューマーゲームのソフトハウスとして世界的な存在となったものも少なくない。社会現象となりゲームセンターが次々に回転し、喫茶店やスナックのテーブルの多くが インベーダーゲーム用のテーブルに変わった。当作品は後に日本で数多く登場したシューティングゲームの始祖の一つとされる。2018年発売から40周年のこの年に台頭は発表会で初お披露目した6月16日をスペースインベーダーの日に制定、日本記念日協会に正式に認定された。画面の中央やや髪型に縦に5段。 横に11列の計55のインベーダーが現れる。インベーダーはまとまって横移動をしながら、橋にたどり着くたびに一段下がって、再び逆方向に進行する。これを繰り返すことによって、だんだんと下に降りてくる。インベーダーが画面最下部のプレイヤーの位置まで降りてきたら、占領されたことになり、残機があってもゲームオーバーとなるために、それまでにインベーダーを全滅させなければならない。 時期は左右にしか動けず、攻撃も画面内に一発しか発射できない。時期の近くにはいくつかの陣地、統地下があり、それに隠れながら、インベーダーを攻撃する。陣地はインベーダーからの攻撃だけでなく、時期が陣地下から攻撃した場合も、少しずつ破壊されていく。さらに、降りてきたインベーダーが触れることでも消滅してしまう。なお、 画面がスクロールすることはなく、インベーダーや時期が画面からはみ出すことなどもない。インベーダーを撃墜した際の得点は一番上の段が30点、その下の2段が20点、その下の2段が10点である。画面最上段には UFO が通過するゾーンがある。UFO の得点参照。逆に、敵インベーダーからの攻撃で時機が被弾した場合は、ミスとなり、砲台を1問失う。 撃墜によりインベーダーの数が減ると徐々に移動速度が速くなっていく。残り10体を切るとかなりの速度になり狙って撃たないとすぐに降りてくる。ただし、インベーダーの移動速度は右方向よりも左方向への移動の方が遅いため、これを利用して左方向へ移動中に攻撃すると弾を命中させ、安い。 画面内のインベーダーを全滅させると、最初の状態に戻りゲームが続行され、一面より、前の目により、もう一段下に、インベーダーが配置される。インベーダーに近い位置で攻撃するため、難度が上がるようになっているが、9面目から2面目の位置に戻り以降8面ごとの繰り返しになる。当初の設計では、これがどんどん下がっていき、ついには、 絶対にクリアできない状況になるように設計されていたが、プログラムのバグにより8面をクリアすると9面目に行かず1面に戻ってしまっていた。これにより、そこまでをミスせずにクリアできる腕があれば、理論上永久にゲームを続けることができ、実際に長時間プレイをする人もいた。人気の理由は、100円で1時間以上遊べること、前述、加えて敵が時期を認識して攻撃してくる。 アルゴリズムにある。当時のテレビゲーム黎明期、敵キャラクターが時期を攻撃して、プレイを妨害する形態のゲームは存在したが、その時期に対する攻撃は、あくまで疑似的な障害物要素であって、アルゴリズム的に時期に対し、能動的に攻撃を行うプログラムを持つものでは、なかった。スペースインベーダーは、インベーダーがある、程度時期の位置を認識し、攻撃を仕掛けてくるため、 単にそれまでの障害物を乗り越えるだけの要素のゲームとは違い、コンピュータと対戦しているという攻防の要素が加味されたのもヒットの要因と言われている。ここに衝述する攻略法のほとんどは論理バグによるものと言われている。しかしそのバグのおかげで攻略法が生まれ、より一層熱中させる要因となり、大ヒットにつながった。特に名古屋うは高得点獲得のためには、 ほとんど不可欠の作戦となり、その故障は現在でも伝承されている。名古屋内の存在を知った西門は、ショックだったと語っている。インベーダーのミサイル攻撃は、インベーダーが糞尿を垂れ流しているように見えることを防ぐためキャラクターの直下からではなく、1キャラクター離れたところから発射されており、当たり判定は、そのさらに一段下から行われる。このため、 インベーダーが再下段まで降りてきて、砲台と隣接した状態では、ミサイルが当たり判定をすり抜けてしまうことを利用して、攻撃する方法はある。この方法は再下段まで相手を引きつけて行う、必要があり、間に力2段の隙間が開いていると、避ける間もなくインベーダーのミサイル攻撃を受けて、しまうことがある。従って、ただ敵が再下段まで降りてくるのを待っていたのでは、 それまでに攻撃を受けてしまうので、攻撃を避けるために、橋の列の最上段の敵を残し、その隣の2から3列程度の敵を撃墜した状態にす、数3章。当時のプレイヤーが取った作戦によれば、右側に残す列は3から4列が一般的だったようであるが、数のように列を多めに残せば、進行時間を稼げるメリットもあったため、 プレイヤーにより取り得る作戦にバラエティを生じさせる一因となった。これにより、撃墜した2から3列の隙間の部分が常に存在するため、この範囲内で砲台を移動させれば、敵の攻撃を受けることなく再下段に降りてくるのを待つことができる。再下段に到達してからミスをすると、即占領、ゲームオーバーとなってしまうため、 的確な射撃及び移動が不可欠であるが、安定した UFO 破壊による高得点が期待できる戦法である。語源は、名古屋発祥が通例とされているが、明確な証拠が存在しない。名古屋とは地名でなく、名古屋終わり、終わりの因後、あと一段侵略されたら終わり、から来たとする説もある。なお、バリエーションとして、中央突破という、 以下の図のような形を作る戦法もあった。名古屋うちのテクニックには俊敏性が要求されたため、逆パターン4.56面においては数の作を用いる上級プレイヤーも少なくなかった。なお一部のアリュー作品ではこの攻略が不可能なものもあった。ネーミングについて名古屋で発祥した事実は間違いないだろうと思われると推測された文献は非常に多く見られるが、 厳密に、どこの、誰が、いつ、どうやって発見した点については、現在は全く不明であり、この点を調査して、商業メディア上で公表された出点も、存在していない。一見ランダムのように見えるが、実は、疑似乱数の中でもかなり単純な方式を用いている。乱数のシードは、革命開始時にリセットしており、ビニム砲から弾を発射するごとに乱数列を一つずつ。 進めてる。このため戦略的に高得点を狙うことが可能になっており、空打ちや名古屋打ちなどで特定回数の射撃をして発射数を調整してから UFO を撃破することによって最高得点を得ることが可能となったからである。最高得点である300点を出すためには最初は8発目、それ以降は15発目の弾を命中させればよい。それ以外の場合は百五十、百。 50点のいずれかとなる。これらも何発目に何点と決まっている。UFO は、革命開始から25秒ごとに出現するが、インベーダーの数が残り7体以下になると出現しなく、なる。インベーダーは、周期的なテンポで移動するが、全数が同時に移動しているのではなく、一匹一匹が順に移動しているので移動に、わずかなズレが生じ、インベーダーの重列すれすれにビームを打つと、 イミング次第で下段のインベーダーを残し、上段にいるインベーダーを倒すことができる。インベーダーが減ると移動スピードが速くなり、かなりズレが出るので、狙いやすくなる。縦一列にインベーダーが残った状態が一番狙いやすい。それを繰り返し10点インベーダーを最後に残すと、キャラクターが右に移動する際に、もともと10点インベーダーが最高速で移動することを、 想定した描き替えをしていなかったため画面上にキャラの一部が残るといったバグが起きる。その様子からレインボーと呼ばれた。発生させるには正確な操作とビームを発射するタイミングを見極める必要があるので、これができれば中級者以上と言える。レインボー状態になってからインベーダーが右端に2回移動してしまうと突然インベーダーが一番下まで降りてしまい。 占領されて、ゲームオーバーになってしまう。もともとバグ技であるため得点には影響しないが、後述する続編、スペースインベーダーパート E ではレインボーに成功すると、レインボーボーナスとして500点が入った。また左側の列を残し、最初の10点インベーダーを残してレインボーすると1000点、入るという法則がある。しかし2匹目の10点インベーダーでレインボーすると500点となってしまう。 開発者は当時、台東の子会社、パシフィック工業の社員だった、西門智博。敵の集団という発想は、ブロック崩しを元にしたと、西門本人が説明している。開発当時、当たり者のブレイクアウトを日本に持ってきた、ブロック崩しが、ゲームセンターや喫茶店などで人気を博していた。そこで対等では、ブロック崩しに続くゲームの開発を支持し、そのうちの一機種が、 ズンズンブロックと、この、スペースインベーダーであった。開発初期は、戦車や、飛行機等をキャラクターに設定予定だったが、当時の技術では、そのスムーズな動きが難しいという理由で断念。次に考えたのは、人間だったが、社内から、ゲームとはいえ人を撃つことは良くないという声で、再び断念。そこで、映画、スターウォーズをヒントにした、宇宙人を提案し、 インベーダーのキャラクターになった。インベーダーのキャラクターデザインは、H.G. ウェルズの小説、宇宙戦争の挿絵をヒントに、西角がイメージ画を描き起こし、これをもとに西角自身でドット絵が作成された。イメージ画のモチーフは、タコ10点、カニ20点、イカ30点となっている。後に、それぞれ正式名称としてそのまま、オクトパス、クラブ、 スクイドと名付けられている。特にクラブはスペースインベーダーのみならず対等を代表するマスコットキャラクターに位置づけられているほど有名なキャラクターとなっている。西角はデザインのためにブラウン管をペン状のデバイス、ライトペンで直接描画し、それをデータとして利用できるシステムを発明した。これが世界で最初の実用コンピュータ用。 ペンデバイスであったとされることがある。なお、ライトペンは、ワールウィンドで開発され、政治で使われたのが最初と一般には今日では、されている。西角は、曰く、自分の作業をしやすくするための道具として作っただけ、という理由で、特許などは取得しなかった。西角は、サウンド作業については苦手だったため、サウンドのみは、ブルーシャークを担当していた。 別のスタッフが担当した。インベーダーが動く音は、なかなか適した音が決まらず、最後は、心臓の鼓動音と、当時話題となった動物パニック映画、ジョーズの、テーマソングの、じゃん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 、という響きを参考にした、宝島社、ゲーセン最強特本、西角のインタビューより、本来は2拍子だったものが、現在知られるような4拍子にされたとされる。移動音については変更後も、 社内評価は変わらず酷評されていたが、結果的には4拍子だからこそのヒットとさえ評価されている。模倣品には2拍子のものも少なからずある。販売可能な品質に仕上がったのは、実際の販売日よりずっと早かったと言われる。しかし初期バージョンの社内評価は芳しくなく、途中で面クリアできなくなるといったバグも残っていたため、2ヶ月ほどかけて修正を行い、 またその際のバランス調整によってゲーム性が大きく向上した。手直しの際、直前まではスペースモンスターというタイトルだったが海外発売を視野に入れたことを理由に上層部命令により発売2ヶ月前にスペースインベーダーに変更された。命名は田島一世。なお、西門曰くスペースモンスターのモンスターとは当時ピンクレディが リリースしていた同盟の曲から取ったとしており、またタイトル変更によって、このゲームへの愛着がなくなったとコメントしていることから、こちらの命名は、西角と考えられる。敵が攻撃してくるという内容は、営業部門を中心とする熟年社員には難しく、敵が攻撃しないように改造しろという命令も出た。一方で、開発部門を中心とする若い社員には好評であり、西門は、 改造造を拒否した、新、電子立国未来創造堂で西角が証言。当時の社内評価では同時に発売されるブルーシャークの方が制限時間内に敵を撃ち敵は攻撃してこないとシンプルで人気が高くスペースインベーダーは難しくて一般受けしないという評価であった社内的にはブルーシャークを積極的に営業展開し スペースインベーダーの方は当初は対等直営のゲームセンターにしか置かれず置いておけば投資した分が回収できるか程度にしか期待されていなかったところがいざ蓋を開けてみると高校生大学生や若いサラリーマンを中心に注目されてスペースインベーダーの気が広まったことで各地から発注が殺到するようになり急遽営業方針を切り替えたという経緯がある本作は 日本のアーケード史上最大のヒット作であり、台頭による純正品が約1 0万台、巨諾先メーカーからのものが約1 0万台、巨諾なしのコピー品が約3 0万台出荷されたと推定されており、ブームとなった1年半足らずの間に、計50万台が日本中に出回ったことになる大ヒットと言われたゼビウス。 1983年でさえ純正品の出荷台数は1万5000台に過ぎない。以下、当時の台東社員の体験談なども含むインベーダーブーム後、ほどなく前述のギャラクシアンが出たが、ギャラクシアンの基板は一つのキャラに複数の色が付けられる画期的なもので、中小メーカーはこぞってギャラクシアン基板の流用ゲームを出した。台東はギャラクシアンに匹敵する基板を すでに開発していたが、インベーダー基板が大量に残り、廃棄することも無理があったので、西カドラはまず、インベーダー基板のロムだけ差し替え、別のゲームを作ることとなった。このため1979から1981年に、台頭から出たゲームの色や音は、工場で新造されたものは独自の仕様だったが、インベーダー基板を流用したものは、色と、音、 当時はまだシンセサイザーがなく、抵抗器を一つ一つ付け、インベーダーの場合8種類の音が用意されていたの、両方、または片方が、インベーダーと同じままだった。基板流用ゲームは、主に以下のタイトルなどが挙げられる、メーカーにリンクがあるものは口実。対等以外では、セガ、後のセガインタラクティブのヘッドオン基板もロム交換で対応していた。 1981年頃までは大手のセガやタイトーより中小メーカーの方が華やかな色のゲームを作るという一見矛盾した展開が見られた。タイトーからアーケードゲームとして発売された正式なスペースインベーダーのシリーズは以下の作品である。約30万台と言われる売り上げを記録したことによってタイトー自身の生産が追いつかなかったため以下の5社が許諾を得て OEM で生産していた。当時の業界では違法コピーに対し、契約金などの条件をつけ、後付けで許諾をするというケースもあった。他のメーカーはライセンスを取らずに、アリューを製造していた。メーカー数は50から80社と言われ、当時日本でコピーを出さなかったのは、ギャラクシアンを開発中のナムコだけだった。誠電子工業のスーパーインベーダー、ウコー,コーポレーションの ファイティングミサイル、スペースミサイル、ワールドベンディングのインベーダーウォーズ、日本物産のムーンベース、ING エンタープライゼスのコピーゲームに対する損害、賠償請求訴訟はゲーム業界初期の知的財産トラブル事例とされる。他メーカーが出していたアリューゲームの内容は対等性のオリジナルとほぼ同じではあるが、ハードウェアやソフトウェアの全てをそのままコピーした。 レットコピーと表現するしかないようなから、ゲーム内容が似せてあるだけで、中身は、独自に開発したものまであった。キャラデザインや UFO の動きなどをアレンジしたもの、文字表示をカタカナにしたもの、ツーインワン筐体で遊べる等の差別化を行った製品が出るようになり、逆に、独自技術でアリューを作ったメーカーの中には、ハード的制約で完全再現できないものまで、存在していた。しかし、 対等以外のメーカーがアリューのリメイクを制作することはまずなく、現在ではアリューを遊ぶことは一部のエミュレーター筐体での稼働を除けばほとんど不可能と言ってもいい。全種は紹介しきれないので、ここでは後にメジャーとなったメーカー、またはフィーチャーが独特で多くのプレイヤーの記憶に残ったものを抜粋して紹介する。こうしたゲーム会社のほとんどは ブロック崩しを作るために創業し、インベーダーのアリューで会社を大きくし、ブーム後はインベーダーのノウハウを活かして独自のゲームを作り始めた。そう考えると、日本ゲーム業界でのブロック崩しは生みの親、インベーダーは育ての親と言える。ゲームソフトの定番として、黎明期から最新のハードまで多数移植されている。特記事項なき場合、現在家庭用ゲーム機向けは、 スクウェアエニックスの販売となっている。1991年にそれまで発売されていたアーケードゲームすべてを対象に行われたゲーメスト読者の人気投票によるゲーメストムックザベストゲームでは40位を獲得した。巻末のビデオゲームフルリストの紹介文ではいまだにこの作品を知名度売り上げともに抜く者がいないと言われるくらい有名。十五匹の敵を 左右移動の砲台で撃つというシューティングを確立したと評されている。また、1998年に刊行されたゲームストムックザ・ベストゲーム2では対等から発売されたゲーム界に残る歴史的な名作。ほとんどのゲームはこのスペースインベーダーをもとに発展してきたと言ってもいいだろう。55匹の侵略者、インベーダーを左右移動が可能な砲台で撃ち落とすという今でこそ、 単純なものであるが、これがシューティングを確立したと言っていい。プレイヤーの目につくすべてのものが画期的であり、驚きと興奮を与えた、もはや伝説となったインベーダーに匹敵する作品の出現は二度とないだろうとまで言われていると紹介されている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計十九点、万四十点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票による、 ゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており14.8点満30点となっているゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは合計23点満40点メガドライブファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており15.6点満30点となっているゲーム誌、ファミコン通信の クロスレビューでは6.46.5の合計21点、万40点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなってり、18.7点、万30点となっている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは6.54.5の合計20点、万40点、PC エンジンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は 以下の通りとなっており、19.4点、満30点となっている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは4.44.3の合計15点、満40点。ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、以下の通りとな、おり、17.5点、満30点となっている。サタンファンの読者投票によるゲーム通信での評価は、 以下の通りとなっており、15.6点、満30点となっている。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは、合計17点、満40点、プレイステーションマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、以下の通りとなっており、18.2点、満30点となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。